私は男の正体を確かめようとしました。私は時間ができれば必ず岩田のアパートに行きました。そして岩田がモカと会った日、モカの代理人だと声をかけました。あいつは金はできたかといきなり聞きました。私は明日までにお金を用意するからと待ち合わせの場所を決めました。やっぱり、ああ大人は決断が早いや。俺が持ってるものがさ。